久保さん僕ねまだ300万稼げると思うんですよ自己アフリートセルフバックでなぜならば広告主がまだいるのでで結局その何年がかりで稼ぐのかって話であのー、例えば30年あったら300万いけると思いません久保さん40年あったら300万ぐらいいけるでしょでもこれしやらなかったら40年後300万貯金できてないですよ じゃあ40年後300万貯金があった方がいいのか40年後もしくは30年後でもいいんですけど300万400万の貯金あった方がいいのかどっちがいいですかあった方がいいですよねだって年金2000万足りないだからって話ですよねだからそれ考え方です捉え方です、うん、僕もあのちょこちょこやってますけどもあのずっと続けていきます広告主がいる限りだってやればもらえるんだもん稼げるんだもんやりますよこれもう 年年かかっても40年かかっっててももやりますよだってお金必要ですから、うん、電気代必要ですしあのこたつねこたつ今ちょっとこたつ入ってるんですけどこたつ電気代高いじゃないですかお金必要なんであの僕だけ電気代ただとかならないのでね、うん、そうだからやりますけどねいってらっしゃい。